はい、どうも皆さん、こんにちは、エズイコです。それでは今回なんですけども、4月1日から楽天モバイルキャリア決済利用で SPU がプラス0.5倍追加ということで、今回は楽天モバイルについてですね、まあ楽天モバイルというよりかは、楽天の SPU に関しての情報も含まれていますので、まあ普段からね、楽天を利用されている方は、ぜひ見ていただければなと思います。それでは 行ってみましょうていういことでね、早速お伝えしていこうと思うんですけども、まずその楽天のモバイルキャリア決済がですね、あの SPU に追加されるっていう前に SPU って何ぞやっていうことで、ざっとおさらいなんですけども、こちら今出てるのがスーパーポイントアッププログラム、いわゆるそのよく SPU って聞くと思うんですけども、まあ普段からね、楽天を利用されてる方は、この何倍っていうことにも結構敏感かなと思いまして、 まあ僕の場合この SPU ですね。まあこれが高ければ高いほど楽天市場でお得にお買い物ができますよと。僕は今8.5倍となってます。まあこの8.5倍の内訳として楽天会員、そして楽天モバイルを契約してる。で、あと楽天のゴールドカードですね。そして楽天銀行プラス楽天カード。他にも楽天証券であったりとか、楽天パシャとか、あと楽天ビューティーとかはやってないんですけども、 ここにある楽天市場アプリですね。これの0.5倍を含めて、だいたい9倍で僕はお買い物することが多いかなっていう感じです。で、このお得な SPU なんですけども、 ま、今お伝えしたこの楽天モバイルキャリア決済以外も一部ですね、まあ、変更というのがあります。まあ、その変更というのがどこで分かるのかということなんですけども、ちょっと画面を下に下がっていただくと、この右側にですね、ポップアップになるものが出てきます。4月1日以降の変更についてということで、詳細はこちらというところですね、タップしたら、ご覧のような画面が出てきます。SPU の条件変更についてということで、2021年の4月1日木曜日以降一部条件変更のお知らせということで、これはね、ちょっと一部ね、あの、 結構話題になっておりま,したまずこの SPU 自体が4月の1日よりもともと最大16倍までだったんですけども変更後は最大15.5倍になりますよと。 で、他にもですね、楽天 TV っていうのがあるんですけども、元々は、この楽天 TV、楽天パリーグスペシャルっていうのを加入してたら、ポイント1倍だったんですけども、それが SPU の対象外になりますよと。で、あと、こちらも結構話題になりましたね。楽天ゴールドカードですね。4月の1日以降より、僕も以前ね、こちらの動画で紹介をしてるんですけども、元々は楽天ゴールドカードを使って楽天市場でお買い物をすると、ポイントが4倍だったんですけども、4月の1日以降より、ポイントが2倍に変更されますよと。 いうことですね。ですけども、楽天のプレミアムカードについては条件の変更は特にないので、まあ普段から利用されている方はですね、特に問題ないかなと思います。ちなみに僕はその時お伝えした動画で、とりあえず楽天のゴールドカードから通常の楽天カードに切り替えする手続きを一応行っております。で、続きまして楽天電気ですね。これは2021年の6月の1日火曜日からとなってますね。もともと楽天電気に加入利用でポイントがプラス0.5倍だったんですけども、楽天電気は SPU の対象外となると。で 今回のお題にもあるこの楽天のモバイルキャリア決済、かっこアンドロイドのみと、これが2021年の4月1日木曜日よりプラス0.5倍で仲間入りをするということが本日発表がされました。で、詳細はこちらというところがあるので、ここをですね、クリックしたら、こちらの画面に切り替わります。ここにも出てますね、4月1日からサービス追加のお知らせということで、楽天モバイルキャリア決済、かっこアンドロイドのみを月に合計2000円、税込み2000円以上をご利用で、その月の楽天市場での お買い物括弧初日から末日までのポイントが0.5倍になりますよということですねまあ、今回のまあ、楽天モバイルがね結構話題になっているのでそれに伴ってキャンペーンとかで端末を購入された方とかまあ、中にはいらっしゃるのかなと思いますでそのまあ全員が全員このモバイルキャリア決済をちょっと使うかどうかなおかつね税込み2000以上ってなかなかの額かなと思いますんでこの0.5倍をクリアするかどうかっていうのはちょっと際どいところでもありますよねでちょっと米印でも書いてるんですけども楽天アンリミット5の料金プラン ご利用の方が対象となりますとで現在の楽天アンリミット5は楽天アンリミット6へ自動でアップ,レグ,アップグレードいたしますアップグレードは無料でお手続きも必要ありませんということですねまあ僕もねこの今楽天モバイルで利用でポイント1倍プラス1倍はねうまく活用させていただいておりますでその4月1日からの楽天モバイルキャリア決済ですねこれがプラス0.5倍で仲間入りということでまあ詳細がこちらにも少し出てるんですけどもまあ今お伝えした内容ですね Android のみで税込み2000円以上利用というのが必要と この際にですね、Google Play のストアの設定以外にも My 楽天モバイルっていうところがあるんですけども、そこで利用設定を有効にする必要というのがあります。これちょっと後ほど設定を見ますね。で、その My 楽天モバイルで有効にした後に、その支払い方法をですね、クレジットカードに設定していただく必要というのがあるみたいです。 で、気をつけてほしいのは、そのクレジットカード払い以外を選択されている方に関しては、本サービスをご利用いただくことができません。ご利用前に支払い方法の変更を行ってくださいということですので、まあ、クレジットカード持ってて、SPU を上げたい。なおかつ、税込み2000以上キャリア決済をね、使う方っていうのが、まあ、ちょっとした条件になってくるということですね。で、先ほどからお伝えしている、この楽天モバイルキャリア決済って何ぞやっていうふうに気になると思うんですけども、まあ、ちょっとここのですね、楽天モバイルキャリア決済の詳細を見るっていうところ、 ですね。クリックすると画面が切り替わります。楽天モバイルのキャリア決済のページに切り替わりまして、まあ、先ほどねお伝えした内容とそこを下に下がっていただきます。まあ、この特徴というところですね。Google Play ストアで購入するアプリ代金や アプリ内サービスの料金支払いなどを楽天モバイルの支払いと同じ方法で決済するサービスですということで、まあ簡単に言うとその Google Play のアプリを有料のものを購入したりであったりとか、そのアプリ内で課金ですね、そういったものを行う際に、この楽天モバイルの支払いと同じ方法で決済できるということを、まあいわゆるその楽天のキャリア決済というふうに言うみたいです。で、設定方法は結構簡単みたいで、なおかつね、毎月の楽天モバイルの支払いと同じように決済がされると。で、楽天のサービスなんで 安心で、すすよといいう,うに結構歌ってるみたいですねでもしですね、楽天モバイルのキャリア決済を利用される際は利用の限度額もあるみたいで、年齢によって限度額がまあそれぞれ変わってくるみたいです。まあおそらく僕のチャンネルを見てくださっている方は二十歳以上の方が多いのかなと思うんですけども、そういった方々に関しては20万円まで。で、18歳から19歳までの方は5万円。14歳から17歳の方は2万円。で、13歳以下の方に関しては1万円ということで、まあこんな風に利用限度額もありますよと。で、もしですね、この4月1日木曜日から楽天の モバイルキャリア決済まあアンドロイドの方に限定されるんですけども税込み2000円以上を利用する場合ですねまあこれと組み合わせたらお得ですよということで下にですねキャンペーンのページも出てるみたいで Google プレイストアでのお買い物が楽天モバイルキャリア決済利用で10%ポイント還元ということでそれがこのページですねまあキャンペーンの期間自体はもうすでに始まってるみたいで終了日時がまあ未定ということになってますでまあキャンペーンの内容なんですけども楽天のモバイルキャリア決済を利用して Google プレイストアで支払いされた金額、税込み10分の楽天ポイント ポイントもれなくプレゼントということでまあ、先ほどお伝えした2000円分もし利用した場合なんですけども、2000かけることの0.1パーなんで200ポイント分がまあ、2000円分を使った場合は200ポイント分が還元されるということですねなのでまあ実質まあ1800円ぐらいで利用することができるのかなというふうに思いますでその楽天ポイントなんですけども購入月の翌々月末日まで行いますということですのでまあ、忘れた頃に付与されるかなとで付与されるポイントは楽天の期間限定ポイントとなっておりますでもしですねこの楽天 のモバイルキャリア決済の設定をすする場合なんですけどもこの画面を下に下がっていただくと、ここに Google Play ストアの設定方法を確認して利用開始するというところがあるので、ここをクリックします。そうすると画面が切り替わりまして、設定方法の画面が出てきますんで、ここでですね、お支払い設定ご利用方法ということで、まずはスマートフォンで以下のリンクから Google p a y にアクセスしてくださいと、このリンクにアクセスします。その後に、楽天モバイルのキャリア決済を有効にしますかというのは、なんかもうポップアップみたいなのが出るみたいなんで、そこでモバイルキャリア決済を有効にしてください。 で、次に、楽天モバイル決済を利用をタップしてくださいということで、ここに出るみたいなので、そこからお支払い方法画面にお客様の電話番号を表示されますと。これで楽天モバイルキャリア決済の設定は完了ですということですね。こんな風に電話番号が出てくると。なので、設定自体は結構簡単みたいですね。で、もし、その Google プレイの中でお買い物するとき、有料コンテンツとかを購入する場合に関しては、こんな風な画面が出てくるみたいなので、これでちゃんとご自身の楽天モバイルの支払い元になってるかっていうのをチェックした上で購入を行ってください。まあ、一応ね、今サラサラとお伝え はしたんですけども、この楽天モバイルキャリア決済の Android の方のみ、そして合計税込み2000円以上でそれを条件クリアした上のポイントが0プラス0.5倍なので、まあ、正直そこまでして SPU を上げたいかどうかっていうのはまあご本人次第かなと思うんですよね。これがねプラス1倍とかだったらちょっと考える人も多かな多いのかなと思うんですけど、まあ0.5倍かってなったらね、まあ、そんなに無理してクリアしなくてもいいのかなと、も今月はかなりお買い物マラソンとかスーパーセールでたくさんお買い物するっていう方。 いいいららっっっしゃったら狙ってもいいと思うんで、今お伝えしたこの楽天モバイルに関しては、まあ、かなりね、もう利用されてる方も多くなってきてるかなと思うんですけども、この楽天アンリミット5の1年間無料なんですけども、まあ、おかげさまで300万回線突破したということで、これがですね、4月7日水曜日23時59分までの申し込みで終了するみたいです。いわゆるその1年間無料がこの日までの申し込みで終了するみたいなので、まあ、もしですね、 サブ端末で、ちょっっととしようかかなななてて検討されるる方はででですすね、まあ、今回のこのののこタイミングで申し込んでみるのも結構ありなのかなといいううに思いますで一応ですね、僕もこちらの動画で楽天モバイル半年使った結果ということで、まあ、ざっくりとした動画にはなってるんですけども、自分自身が使ってこんな風に感じたよってことか、まあ、気づいたこととかをですね、まとめてますんで、ぜひこちらの動画を見ていただければ嬉しいです。で、もしですね、契約される際はやっぱりこちらのキャンペーン絶賛開催中でございまして、最大2万5000ポイント還元キャンペーン中ということで、この楽天アンリミット5、シムの申 申し込みだけでも誰でも5000ポイントの還元を受けることができたりですとかまあ、同時にですねスマートフォンも購入することによって最大で2万円相当のポイントも受けることができますんでまあ今回のねこのタイミングで SIM だけ申し込むかもしくはスマホを一緒に購入するっていうのもありなのかなと思います ということで本日お伝えしたこと、まとめです。まず4月1日より、スーパーポイントアッププログラム SPU が大幅変更されますよということ。で、その中の楽天モバイルキャリア決済が本日、まあ追加されますよという発表がありまして、SPU のプラス0.5倍が加わりますよと。ですけども、ちょっとした条件として、税込2000以上を利用する、なおかつ Android。 っていうのがちょっとした条件となりますんで、まあ普段から税込み2000以上 Google プレイを利用されている方向けなのかなと思います。まあ結構限られてくると思うんですけどね。で、先ほどお伝えした楽天モバイルの1年間無料の申し込みっていうのが4月7日水曜日までとなってますんで、まあ今回のタイミングで申し込んでみるのも結構ありなのかなというふうに思っております。まあそんなこんなで今回は楽天モバイルのキャリア決済を利用することで SPU がプラス0.5倍になりますよということ。で、あとは SPU がね、4月1日から変更にな ありますよとといいうことについて簡単ではあ、りままししたたたけどもお伝えさせていただきました、まあ、以前ね、その楽天モバイルの動画を上げて以降も、やっぱり僕もちょくちょくね、楽天モバイルを今使ってるんですが、意外とね、やっぱり役に立つことっていうのが結構多かったりして、やっぱりあってよかったなっていうことが <laughs> あったりするんですよ。まあ、それはね、またちょっと動画にしてまとめようかなというふうに思ってますんで、まあ、そちらをね、気長に待っていただければ嬉しいです。一応ね、もし楽天モバイルの契約を検討されてる方いらっしゃいましたら、一応下の概要欄にリンク貼ってますんで、こちらも気になる方はチェックしてみてください。ということで、 本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました